皆さんこんにちは。激ヒロニキビ肌からスキンケアカウンセラーになった、ちびありこと七瀬あみさです。今日なんですけれども、私もともと本当にニキビがひどかったっていう動画過去にも上げさせていただいて、まあ本当にもう100万回以上再生されて大変ご好評いただいてるんですが、当時の私の動画の撮影技術とか、ちょっと説明も分かりにくかったかなと思ったので、今日はねまた最新版をちょっとまとめてみました。もうこの動画を見ていただければ、何が原因でニキビができてしまったのか、そして何をして治ったのかが一目瞭然で分かるようになっています。こんな感じでめっちゃひどかったんですよ私。でも何をやっても治らないし、もうどうしようと、人と会うともうその人が私のニキビを見てるような感じがするし、こう撮影なんてもってのほか、友達にも心配してもらうぐらいなレベルだったんですよね。でそうなってくると自分が一番わかってるんで、結構ね心配してもらうのも辛いみたいな状況だったんですけれども、まあ、同じようなね悩み抱えてる方もたくさんいると思います。ぜひね、あくまで一つの参考としてさ、ご覧いただければと思います。はい、ここではですね、ニキビ肌改善法ということで、ちょっと今までのやり方を全部まとめてみようと思います。プレゼン形式でねご紹介していきます。まず原因を探ることってめちゃくちゃ大事なんですね。なぜかというと、いくらこれがいいっていうものをやったとしても、結局こうなんだろうな、こうバケツに穴が開いているのと同じで、いくら水を入れても下に穴が開きっぱなしだとどん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 漏れていってしまって、結局治らないんですよ。まあ、そのバケツの穴みたいなのがこの原因なのかなと思うんですけど、まあ、私に対しての原因ですよこれ。皆さんの原因がこれとは限らないんですが、私が思う、大人ニキビの原因というのが、食生活、メンタル、スキンケア、この3つで下を大きく分けると順番に解説していきます。まず食生活なんですけれども、なんとですね、冷凍食品を食べたりとか、ファーストフード、まあハンバーガーとか、あとまあ牛丼屋さんとかですね、その辺を食べると結構何日後かに未だにニキビが出たりとかするんですよね。なのでニキビが出る原因っていうのが分かってきました。あと栄養ドリンクとかを飲んだりすると肌荒れやすくなったりもします。これももちろん人によると思うんで、絶対にファストフード冷凍食品が良くないよって言ってるわけでもないんですけど、その風にもしかしたら自分の原因になってる何か食べ物があるのかもしれないので、そこ確認してみてください。まあ最近だとね、肌の状態がいい時は別に食べても出ない時もあるので、必ずしも出るっていうアレルギー的なものではないと思うんですけど、なぜかね冷凍食品とかこういうものを食べると出ることが多いんですよね。なんでなるべく控えたりとか、こういうのを食べた後はちょっとニキビケアしっかり意識してやるみたいな感じで今はやっています。そしてストレスとかですね、そういうメンタルも少なからずやっぱり影響してるんですね。なぜかというと、メンタル良くないとお腹痛くなったりしませんか？あ、嫌だなって思うとね。でお腹痛くなるのってやっぱり腸の影響とかにも寄ってくると思うんですけど、そんな風に体と、体の内面と外側ってかなりこう出てるんですよね。だから腸内環境が良くないとそれも肌に出たりします。でなぜ腸内環境良くなくなるというと、やっぱりストレスとかであんまり腸が動かなくなっちゃったりとか、運動しなかったりとかするとそういう風になってくると思うんですよね。なのでやっぱりこうメンタル面っていうのも割と大事ですよと。ストレスで肌荒れたりとかも全然あります。結構コメント見てていただいてたのが、まあ、嫌だった会社を辞めた途端ニキビが治りましたとかね、いうコメントもあったぐらいなので、まあ、それぐらいメンタルも大事ですよと。インナーケアの方が大体、まあ、6、7割大事っていう風に言われているので気をつけてください。そして、まあ、もう一つがですね、いろいろ試してしまったよということです。これスキンケアなんですけど、まあ、肌が荒れてる状態でですね、荒れてない状態だったら別にいいんですけど、荒れてる状態でいろいろ試しちゃったんですよね。例えば私は肌断食をしてみたりとか、冷凍美容をやったりとか、美顔器を自分でやってみたりとかしたんですよ。でこれいくらいいと言われているものであっても、肌のコンディションが荒れてる状態でそれを試すと余計悪化しちゃうことがあるんですよね。なのでちょっとここをね、試す前に気をつけるべきかなと思います。例えば、塩を肌にこう塗ると結構美肌になるよとかって言われてますよね。でももしあなたの肌が怪我をしている状態だって、怪我をしている状態で塩を塗るとめちゃくちゃ痛いじゃないですか。しかも悪化しますよね、明らかに。それと一緒なので、まず荒れてない方がこういうのを試すのはいいんですけど、荒れてる状態の方はちゃんと専門家に聞いた方がいいかなと思います。でですね、結局何をやって治ったのか、美肌になったのかをご紹介しますと、こちらですね。まず皮膚科に行きました。で皮膚科ももちろん行ってたんですけど、前々からもう本当に3箇所ぐらい回って自分に合う皮膚科を、見つけることができました。まあ、いろいろ先生によってお薬いろんなもの出してくれたりとか、漢方薬いろいろ変えてくれたりとかしてたんですけど、
まずですね、私が試してみてどうなったかっていう感想をご紹介します。でこれは人にもよります、もちろん。ただ私個人的なあくまで感想として参考になればと思います。まずベピオという、これ非常に効くよと言われるものがあるんですよ。結構強めのお薬で、このベピオを使うと大体皆さん悪化するんですね。で、やけどしたみたいな感じに肌になるんですけど、それを通り越すと良くなるよと、まあ、一皮むけるみたいな感じですね、肌が。なので一回副作用があって悪化するよと言われてたんですけど、この悪化が本当止まらなくてですね、1ヶ月ぐらい、我慢して使ってたんですけど、もう肌になんかこの後つけるともうヒリヒリする、肌が常に痒くなるぐらいな感じになっちゃって、そこまで行くとこれはもうドクターストップですね、先生の方でもやめた方がいいというふうに言っていただきました。結構ね、これ悪化した後にいいのが待ってると思って、例えばさっきの肌断食であったりとか、こういうベピオとか頑張ってやってる方もいるんですけど、場合によっては中止した方がいい場合もありますので、全然無理しないでください。そしてディフェリンゲルというのを出していただいた時もありました。これ別の皮膚科で出していただいてたんですけど、ディフェリンゲル何の説明もなく普通に出されて使って、ちょっと私自分で調べてみたんですよ。そしたらこれ実は、アメリカとかだと結構奇形児とかが生まれてしまうので、妊婦さんとかには、中止してるんですね。しかも妊娠をする数ヶ月前からも使用を中止しなきゃいけないんですね。で、私自身別に妊娠していたわけではないんですけど、そういう説明が一切なく出されていたのでちょっと怖くなりました。ということで、まあ、別に日本で、ね、認可されてるのでちゃんと使い方謝らなければ全然大丈夫だとは思うんですけど、そんなね、奇形児が生まれるから数ヶ月前から、妊娠する数ヶ月前からやめた方がいいと言われてるような薬だったんで、ちょっと私はこれからね、今後妊娠していきたいと思ってますので、いつかはちょっと怖くなってやめました。あとダラシンに関して、これダラシンよく出される薬で、まあ、どちらかというと弱めの薬かなと思うんですけど、まあ、私みたいな、ね、ここまでひどくなってしまうと効かなかったです。ちょっとしたニキビとか学生の時できたニキビはダラシンで結構効いたりとかもしました。で、あと漢方薬をいろいろ試して、私漢方自体は生理痛がちょっと良くなったりした時もあったので信じてる方なんですよね。だけどニキビでここまでひどいと漢方はやっぱり効かなかったです。漢方も本当に体に合うやつがいいということで、もう 3,4 種類ぐらい試して効かなかったですね。あと市販薬、まあ、よく YouTuber さんたちがね、 YouTube 動画で言われている薬局で買う、こんな薬がいいよとかオロナインがいいよとかね、いろいろあると思うんですけど、そういうの試しました。もちろん全部効きませんでしたということでですね、私はそうですっていうところになってきます。もちろん効く人もいると思うんですけど、ここまで私みたいにひどい人の方はこの辺は効かないよと。じゃあ何が効いたのかというと、はい、こちらです。私はゼビアックスという薬が一番効きました。そしてゼビアックス、まあ、これ塗ってるやつ、金色のやつがゼビアックスではなくてですね、ちゃんと透明のジェルみたいなやつなんですけど、それが一番私には合ったみたいです。なので皆さんね、もしかしたら皆さんはこの辺のダラシンとかそういうので効くかもしれないので、本当にいろいろ試すことがまずは大事かなと思います。で、大体3ヶ月ぐらいで肌は変わってくるんですよね。なので1ヶ月試して問題なければ続けてみて、3ヶ月から半年ぐらいで肌が美肌になったよというような感じになります。で、他にも皮膚科でやっていたことがあって、このゼビアックス以外に月1ぐらいだったんですけど、ピーリングとイオン導入をやりました。皮膚科で結構安くですね、まあ、1万円前後でこの両方ができるプランがあったので、それをやったのと、あとピーリングも、結構質がいいピーリング剤を使っているということで安心してお任せしました。結構エステサロンとかだと高かったりとか、質良くないのを使ったりとかするので、そこ気をつけて調べてみてください。ということで、ピーリングとイオン導入をやることで肌のターンオーバーが促されてよかったのかなと思います。まあ極論これですね、本当ピーリング、イオン導入、そしてゼビアックス、この3つがやっぱりね、良かったなと思います。ただあと他に一応やっていたことがありまして、それは何かというと、まあ、やっぱりまずは先ほど、冒頭で言った原因をやらないってことが大事ですので、しばらくの間はこちらですね、まあ、食生活、冷凍食品なるべく取らないようにしたりとか、ストレス溜めないようにしたり、早く寝るようにしたりとか、スキンケア、いろいろ他のことをやらないようにしました。もう無駄なことをやらないって感じですね。で、何をやったのかというと、まあ、野菜を増やしたっていうところは、もうボール1杯、これ動画に出してますが、過去に、サラダボールといってですね、もうボール1杯分の野菜を毎日お昼に摂るようにしました。あとはノンコメド処方というのがあって、これコスメのお話なんですけど、例えば皆さんお使いの化粧品、日焼け止めとか化粧下地とか洗顔石鹸とかありますよね。そういうのをすべてノンコメド処方にしました。私はラロッシュポゼというノンコメド処方の、
やつをシリーズで使っていました。まあこれ田中みな実さんとかも使ってるやつで割と私は使いやすいかなと思います。ただちょっとお値段高いんですが、まあ、あのニキビ直す時だけのお米にするとかするといいと思います。あとは絶対諦めない、これあのセシウロンかって思われるかもしれないんですけど結構大事で、もう私の場合は本当に半年から1年、まあ極力ニキビで悩まされていたのは学生の時含めると本当5年ぐらいになるんですよね。ただ本当に、半年から1年ぐらいはめちゃくちゃひどい時期があって、 YouTube もやらなかったぐらいひどかったんですよ。化粧でカバーできないぐらいなんですが、もう絶対いつかは治ると、絶対治ると、治ってこういう動画出すんだって思ってですね、諦めなかったのが良かったかなと思います。この皮膚科に出会うまではですね、本当にいろいろ試してこれでもかこれでもかっていう感じで、もう周りの友達とかも心配していろいろ言ってくれるぐらいにまでなってたんですけど、もう絶対諦めないことっていうのがもちろん大事になってきます。ということでいかがでしたでしょうか。まあ、ニキビ肌はね本当に悩んでるともうどん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 気持ち的にもねうまくいかなくなってしまうと思うんですけど、絶対ね治りますので、どんな方でも治るということを信じて頑張ってみてください。でもちろんあの自分で自己判断でやるよりかはやっぱり専門の、まあ、お医者さん皮膚科とか、そういう専門家の方のね意見を参考にちゃんと肌と向き合っていくのが大事になります。ぜひ皆さん治し方だけじゃなくて原因の方も、判明してして、それに対する対処法をねやっていくのが大事になってきますので、そこは気をつけてください。ということで今日の動画いいと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録して、一緒に今後も大人女子力上げていきましょう。スキンケア系とか女子力上がるような情報を提供していってます。また概要欄からメインのチャンネル覗いてもらうと大人の勉強チャンネルも待ってますので、そちらも見てみてください。ではバイバーイ。